情報の収集に当たってください。了解。いやー、 12H ロスト、前期マニュアルモード起動、目視で回避。すでに起動、移動操作可能。長距離レーザー発射点を確認。11B ロスト、ソーティー、 HO229 のキャンセラー効果なし。前方に敵機確認。火器使用を申請。火器使用の許可をします。セブリーロスト、ワンディロスト、規定により当機 2B が隊長任務を継承。周囲に敵機多数確認。機動形態への許可を申請。機動形態への移行を許可します。見ればわかるよ。
標大型兵器。死刑。当該敵は目標ではない。速やかな排除を推進。簡単に言う。レーザー通信回復。ポッドプログラムのダウンロードを終了。2B さんですね。僕了解。この違う。じゃ僕わかった。事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。スキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことは禁止されている。だ、すみません。それと3はつけなくていい。え？私の名前に継承は必要ない。わかりました。 2B 広いな、この廃墟。ここは昔人類の兵器工場だったらしいですよ。今ではすっかり機械生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。ブロック43から3分機材移動中。作業班は25番速度。何？旧世界のデータを使って適当なことを喋ってるんです。機械生命体のやることに意味なんかないですよ。機材移動中。ロープ入手お疲れ様でした。その喜びを感じてください。防弾タイプの敵を確認。近接攻撃を推進。分かってる。
通り工場を探索したけど、目標らしき兵器は発見できず。もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。